はようございます。台湾旅行4日目最終日です。時刻は9時10分。これからお土産をもう少し買いに行ったりして、ホテルのチェックアウト12時までに戻ってチェックアウトして空港に向かいたいと思います。台湾台北駅です。日中に来るのはここは初めてかもしれないです。お土産屋さんはまだ開いてないようなので水面のカルフルに行きたいと思います。9時30分、水面駅までやってきました。ここからまた歩いてカルフルを目指したいと思います。いやーもう今日が最終日だと思うとすごく悲しいですね。寂しいというか、まだもう少し痛いんですが、でもこの気持ちがあるってことは楽しかったということなので、また台湾行きたいと思います。絶対に行きたいと思います。ではカルフルまであと10分ぐらいだと思います。なんか昨日もこんなこと言った気がしますが、あと10分ぐらいだと思いますと言いながら目の前にありました。いやー早いねそんな歩いてないと思うんですが、新メンディからもそんな遠くない距離に、こちらカルフルがありますので、こちら24時間やってます。行きたいと思います。10時18分、いろいろバラマチ系のお土産とかいろいろ買って、あとはホテルの方に戻る前に一度台北駅に乗って台北駅を見てみたいと思います。5月4日の今日、台北は31度ということで、今時刻が10時23分なんで、これからもっと暑くなるみたいですね。体感気温35度というふうに書いてました。すごいですね。で、ここが総統府で、もうちょい行くと新免町から、電車に乗って台北駅まで向かっております。向かっておりますじゃないですね、向かうところです。いやこの光景をしばらく見ることができないと考えるとちょっと悲しいですね。時刻は10時43分、台北駅に戻ってきました。未だにあの中に直接入る出入り口が何番の出入り口なのか分からず、今回もちょっと違うところから出てみましたが、バスターミナルのところに出てしまいましたね。ってことで、なんかさ、花も咲いていて綺麗ですが、ちょっと台北駅の中でお土産探しというか、まあ、30度だって暑いもんね。まあ、何か手帳みたいなものがあればいいなというふうに思ってたんですが、なさそうなので、ちょっと朝食を食べて宿に戻りたいなと思います。ここですね、いろいろお店もやってるので、お土産が何かあるかもしれません。ちょっとぐるっと探して、ご飯も探して、宿の方に戻りたいと思います。宿のチェックアウトは12時です。なんかあの台湾の台北駅ってこうやって座っている人が多いですね。なんか面白いですよね。はい、台北駅に向かいにやってきました。こんな感じで食べるところがいくつか、お店舗がたくさんあるみたいですね。台北市なんていうお店もあります。フードコートですね。ということでちょっと何か食べようかな。もうお土産は空港でいいかな、なければと思います。台北駅でお店に入りました。ビールをそこから自分から取っていくスタイルです。50元です。小籠包が来ました。180元です。ソースは自分でそこで作りに行くみたいです。いただきます。餃子も到着しました。全部で280元です。いただきます。時刻は11時22分、こちらのお店で食事をしました。今から台北駅を出てホテルの方に戻りたいと思います。はい、時刻は12時、宿をチェックアウトします。ありがとうございました。はい、こっちに向かって東安空港駅の MRT の方へ向かいたいと思います。いよいよ台湾も爆発してしまいますが、フライトが17時で今が12時なので、ちょうど4時間前ぐらいに空港の方を着けるかなと思うので、グリーンだけしたらちょっと空港内を散策してみようかなというふうに思います。時
刻は12時27分。桃園空港に向かわずに台湾の台湾駅、台湾ステーションの方で、こちら荷物のお預かりとチェックインができるスペースがあって、ここでチェックインの方を行いました。すごいです。はい、フライトの時間が5時なんですが、それまでもう手ぶらになっちゃいましたので、そして、チェックインカウンターの方にも行かなくていいということですね。オンラインチェックインが済んでいるので、で僕は中華航空なので今のサービスを受けることができました。では、どうしましょうね。そしたらブラブラしましょうか。はい、ちょっと時間ができてしまったので、行天宮、行けていなかった行天宮に行くことにしました。13時4分、行天宮駅到着です。で、ちょっとさっきね、不安になって、オンラインチェックインしたら、紙の搭乗機は必要ないのかと調べたらいらないみたいですね。スマホのチェックインの、搭乗機があればいいみたいです。では、行天宮へ向かいたいと思います。はい、行天宮にやってきました。こちら三国志で有名な漢を祀られているところです。すごいですね。こんな感じですごくすごくすごいです。はい、行天宮です。すごく巨大ですね。ここにかの有名なというか、すごく僕がね、三国無双でよく使っていた漢が祀られていると思うとすごく感慨深いものがあります。できます。何かものすごい人の数が並んでますか。あそこに漢が祀られているようです。はい、まず手を合わせて、今度膝がついて、で、お辞儀をするという感じの、礼拝の仕方なんだそうです。はい、時刻は13時22分、行天宮でお参りしました。そろそろ空港の方にゆっくりと向かいたいなというふうに思います。現在の気温が32度で、体感気温が37度だそうです。めちゃめちゃ暑いので、信号待ちは掲げてマスクにします。14時ちょうど、台北から出発して、桃園国際空港へ向かいたいと思います。そこから入ります。次の電車が2時30分ということで、全然来ないっぽいです。かなり良さそうな電車に乗り込みます。ここに乗り込みましょう。充電器があります。15時12分台北の駅から MRT に乗って台湾桃園国際空港に到着しました。これから飛行機に乗るために出国したいと思います。どれだろうね、僕のやつはね、17時だから誰だろうね。17時、名古屋、17時5分、名古屋中華航空、ターミナル2の D7ゲートということですね。17ゲート、第2ターミナルはこんな感じで、駅を降りてからこんな感じで空港とがあります。上の方に登っていきます。桃園空港、桃園国際空港のチェックインカウンターとかがあるところに来ました。あそこから出国できます。で、もう僕は様々な手続きはオンラインおよび台北駅で済んでいるので、もうこれ以上することはありません。出国して中の方でお土産の方を買いたいと思います。では行ってきます。ではここから出国したいと思います。なんとか免税エリアまで来ました。今度はコンタクトレンズをちょっと止められそうになりまして、なんだこれはと言われて、コンタクトレンズと言ったら、あー、オッケーオッケー、ソーリーソーリーということで分かっていただきました。ということで、僕が行くゲートは反対側かなと思いますが、ちょっとメンズエリアをとことん楽しんでから行こうと思います。搭乗は16時30分スタートということなんで、今15時35分、1時間ぐらいあります。はい、17時10分発名古屋行き、こちらに乗って帰りたいと思います。
22年1時30分セントレア空港に到着しました。 Wi-Fi もここで解消終わりました。あとは、バスに乗って帰りたいと思います。急いで行きます。はい、ということで時刻は23時39分、浜松の自分の車まで戻ってきました。空港バスの方に乗って、帰ってきました。ここから自宅へ帰るわけですが、まあ、自宅に帰る頃には12時を回ってるかなというふうに思います。ということで、3泊4日の台湾旅行2023年バージョン、ここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。絶対にまた行きましょう。